こんにちは、レイブ前橋の大輝です。中地です。キチです。サンです。今日はですね、レミーラの2021年聖火ものが予約ね、もう今やってて、うんうん、この間締め切りだったんですけど、おスタッフさん何予約したいんですか？はい、結構いろいろ聞かれるので、はい、結構聞かれるっすよね、うん、はい、ちょっと動画でやってってみたいと思います、はい、お願いします。あれ、締め切りってオーダーが締め切りってある？発注が締め切りってこと？そう、発注が締め切りなんで、はい、まあ、あのお客さんは今まだ全然受注はいけるんですけど、うんうん、まあ、もう発注済みなので、その発注した数量に達しちゃったら、はい、もうご予約で完売とかに、はい、まあ、メーカーがね、在庫持ってればあれなんですけど、うん、なっちゃうと、まあ、じゃあお早めにということで、はい、お早めに、はい、ちょっと参考にしていただければと思います、はい、じゃあモデルごとにね、あのこれ予約した人みたいなの聞いていきます、はい、今回8型あるので、おあるな、まず1つ目、うん、プレンティプレンティですね。プレンティ予約した人、はい、あれ意外といない意外と、うん、色とサイズは、ホワイトモークの M。 やっぱホワイトモークですね、うん、あれホワイトモークの方が珍しい、うん、あれイメージ ね、 ね、うん、確かにプリントっていうのはいつもホワイトモーク、うん、ホワイトモーク、まあ、いつもとは言わないけど、まあ別にネイビーとかブラックのイメージ、あ、ブラックですか、ネイビーとかね、うんうんうん、ただ赤は好きですね。あ、そっか、それでね、そっちだ、うん、赤が大好きだった、あれイエローだったもんね、うん、それだね、赤、朱色、赤みたいな、ちょっとなんかスモークっぽい感じだね、うん、赤はいいな、赤感、そうだね。俺ね、今回ね、これ欲しかったんだけど、あの合変符のプリントっていうね、うん、俺 3,4 枚買っちゃったのよ今年ね、そういうのもね、それもあるのか、俺もだからプリント T なんかも来なかったのよ、困っちゃう、ちょっともうちょっとプリント T がお腹いっぱいになっちゃった、確かに、なるほど、なるほどね。あれ、ホワイトが今と好評なの？そうですね、ホワイトモークはやっぱり、うん、そうなんだ、一番人気ですよね。そうっすね、まあ、次あるんで私は行かなかったっていう感じですね、はい、次そう、次じゃあ行っちゃう、はい、カバーポケットティー、はい、予約した人、はい、はい、おこれね、やっぱりね今回ね、まあ、前回は買ってないからな、そうそうそう、色とサイズ言ってもらえますか、うん、これね、ホワイトとミントブルー、うーん、2色にした、うん、まあ、間違いない感じでね、はい、なるほど、そうで、ホワイトはね、やっぱ持ってたね、俺一応昨日来たのよ、うーんこれ同じの来るぞと思ったんだけど、まあ、ちょっと形が違うかなって期待しながら、うん、それと少し、あ、前回の、あ、そう、前回のやつ、うん、俺持ってないと思ってたんだよね俺も大輝と一緒に買えなかったと思ってたら、あれあるって全然違うでしょ、そんな感じ、ちょっとね、うん、やっぱ違う、うん、そうだよね、うん、うん、ちょっと違うんで OK です、身幅とかもちょっと違うし、うん、ポケットの作りもね、若干違ってましたね、うん、丈一緒、長袖長くなかったっけ、なんかちょっと長くなるイメージある、うん、長くなるの、前もでも5分近いぐらい、5分近いか、うん、ウフクさんはホワイトと、ホワイトと、エクセルです、両方とも、うん、まあ、最近この辺はエクセルだね、全部ね、うん、そう、俺のあれなんですよ、ミントブルー一緒で、ミントブルー、はいはい、あそこあれやっぱ、うん、こんな感じどうしようかなと思って、うん、いつもだったら黒とかなんだけど、そうだね、ミントブルーですよ、うん、ミントのイメージないな、ね、うん、ミントね、この帽子、あ、今の格好でミントかっこいいかもしれない、うん、あ、すごい、あ、ほら靴もあるし、うん、爽やか、そうですね、なんか夏だから、うん、ずっとでもこれも買っちゃったし、黒だし、うん、なんか、うん、うん、黒いの多いからな、うん、でも白はねちょっと、うん、あの勇気がなかったんですよ、うん、こう、なんかそうだから、そうなるとミントブルーかライトグレーで、まあ、ちょっと明るい色もいってみようかなと、うん、いいと思う、最近黄色とかもね、あ、そうそう、黄色調子いいから、そう、黄色が調子いいから明るい色も全然いけるだろうな、前だったらね変わってきた、いろいろ変わって感じだったもんね、殻を破り始めた、ね、前でも赤とかはよく言ったよね、うん、はい、あのベリーとかは、あ、ベリーはね、そう、 T シャツ去年おととし、そんなイメージだ、そうそうそう、ピンクとか、黒か、そう、紫とかベリーとか、好きな色だね、うん、だったけど、はい、まあまあそういう明るい、うん、爽やかなね、色、うん、爽やかな、爽やか出してきた、はい、うん、今回は、うん、俺はね、ホワイト、ライトグレーが L で、ブラックは M、あ、何
サイズ変えてきた。サイズをね、ちょっと変えてきましたね。あ、それ迷ったな。三色ぐらい。なるほどね。確かにね。サイズ変えると頭になかったな。なんかね、なんでかというとこれ、うん、これ五辺風のなんだけど、うん、これもさ似た感じのちょっとこう五分で、うん、でこれすげえゆったりなの、うん。ゆったり。ワイドポケットいいか。それワイドじゃない。あ、じゃないんだ。スリット、ワイドスリットってだっけ。M でしょ。はいはいはい。これ M だ。これ M だ、M。これでかいね。でかい。うん。で、このあのサンプルが L だったんですけど、サンプル着るとまあこんぐらいな、うん、ああれ良かったね。これ完全被っちゃうな。最初だからもうブラックなしにしようと思ったんだけど、どうしても欲しいと思って。いや、あのブラックかっこいいよね。なんかここだけ生地が違うブラックがすげえかっこよくて。ね、あれ結構もう真っ黒なブラックじゃない。うん、なんかそう、うん、いいのよ。このちょっとこうやれたブラックばっかだったんだけど、こう後編とかレミラ出してんの、あれもう完全なブラックだったから、やっぱ欲しいのよ。そしたらじゃあサイズ変えて、なるほどね、ちょっとジャストめに行こうかな。はいはい、でまあホワイトとライトグレーは L と言ったり、いつもの感じで着ようかなと。三色買いですね。なるほど。ギザマ。まあ、前回その前の方行かなかったのはね、やっぱね3つ行くからなんですよ私も。待って、ホワイト以外ですね、ライトグレイ、ミントブルー、ブラックで全部 M サイズ、うん、ね、まあ確かにサンプルの L サイズが良かったから、ちょっと L はそう、うん、いいなと思ったんだけど、やっぱいつも通りの M を行ってみましたね、うん、非常にこの、まあ、一色なんだけど生地違いっていう、こうマニアックな良さっていうのかな、なんかいいんだよね、うん、このね、そう、かっこいい。もうまあどうしよう、 2色かなと思ったんだけど、まあ迷って3にしましたね、うん、3ですか、はい、白外してきたね。そう、珍しく白、ね、そう、白ね、いやもう4色いっちゃうぐらいね今日だったんだな。うん、まあ、白いっぱい持ってるんでやめました、うんうんうん、逆に、はい、ご予約はね、ホワイトがもう完全一番人気です、うん、でその後にミントが来て、うん、ブラックが来て、で最後ライトグレー。ミントがね、結構2色3色買いもいる。いいです。そうですね、これは、まあ、前回ね、はい、もうなくなっちゃったから、うん、これはその記憶はね、やっぱりどうしてもありますよ、うん、ね、うん、早めに、早めに、まあ、結構な数 ね、 ね、うん、その取ったね、今回もかなりな数をオーダーしました、うん、はい、なので、まあ、前回ほらシチューブティー、この間の、うん、あれももうすげえ取ったって思ってたんだけど、うん、商品が入荷する頃にはね、うん、なくなっちゃったな、なくなっちゃってたんで、ああ紹介できなかった。今回もかなり、はい、積んだんですけど、はい、お早めが良さそうです。そうですね、ちょっとそうですね、ちょっと予測ができないです、うん、かなりっつってもね、使いやすいですからね、これは合わせやすい、やっぱり、うん、次、はい、はい、BD タンクトップ、はい、予約した人、はい、あ、これもか、うん、おこれホワイトモクとね、はい、これグレーです。あ、まあ、あの無難なところだな。あれ今回なんかめっちゃ無難なのこれ。そうね、うん。あれこれサンプルなんだったんだっけ？サンプルグレー、グレー、グレーか。グレーか。グレー一色だ。うん、そうだそうだ。うん、まああのグレーがねモクっぽくなくて良かったのよ、うん。なんかソリッド、そう、なんか硬い感じがする。そう。だからあれはグレーは欲しくって、うん、ホワイトはどうしようかなと思ってたんだけど、うん、まあ買っとかないと、うん、後から欲しくっても大輝さんに、うん、いやダメです、だいぶないですっていう、ね、あの、あるんで、うん、一応頼んでください。予約しとかないとね。そう、お店の人でもやっぱ買わせてもらえないとね。大輝ストップが、ね、大輝ストップが、ね、まあ、物によってね、ちょっと物によって、はい、田中さん、あ、俺、チャコール木の M、 おお、ここはね、うん、イエローじゃないんだ、間違いない。また黒に戻ってみたいな。これはね、俺の中でやっぱりこのここの幅が広いタンクトップツがの黒はかっこいいと思ってるんですよ、うん、なんですかね、そういうイメージなんですよ、ね、そう、うん、形が良かった、ね、そう、この形だと、はい、そう、黒っぽい、なんか男っぽい、似合いそう。M か M、 M、 おお、ね、肩幅あるからね、うん、よくタンクトップ着てるもん、シャツの下にね、たまにすごい初期の下にタンクトップよく着てて、そう、昔は結構本当好きでね、朝、うんうん、掃除する時とかね、タンクトップ着てるもん、うん、あ、そうね、うん、あ、確かに確かに、うん、外とかね、シャツ脱いで、うん、
袖用で。はい。T ちゃん。あれ大輝行ってないんだね。これはねタンクトップ行ってない。行ってないんだね。そっかそっか。私はですね、やっぱりサンプルのグレーがすげえいい色だから。あれ良かった。うん、あれ良かったんで。あれやられちゃうね。あんま着ないんですけど、これはなんかシャツのインナーにいいなと思って。グレー頼みましたね、うん、幅も広いから、そうタンクトップしすぎてなくて、やっぱ言った通り、うん、太いからのね、肩の当てがなんで1個行かせていただきました、はい、楽しみですこれは。楽しみ、あれさ、やっぱさ、ここが広くて、うん、あの着が取っててさ、うん、ここもちょっと広いんですよ、あ、うん、広いね、うん、広すぎってわけじゃないんだけど、ここちょっと広くて、うん、で、福さんとね、ここ結構広いですねなんて言ってたら、ここがだから狭いと、うん、なんかもう完全なあのノースリーブ、昔のノースリーブみたいな、アンホール、アンホール、アンホール、タンクトップほどじゃないですけど、ちょっとやっぱりね絶妙なところ、ね、狭すぎちゃうと、はいはい、ノースリーブのちょっとこう、うん、ダサい感じが出ちゃうから、なるほどね、確かに、あそこのねちょい広の、はい、タンクトップなの、ノースリーブっぽく見えるんだけど、なんか佇まいがタンクトップ、写真撮っててね、すごい見てて。いい形ですね。そんな話してたら欲しくなっちゃう、ね、いや、これいいですからね。で、次、はい、ナギパンツ、ナギパンツ、これ行った人、はい、はい、あ、行ったの、はい、お、意外にフルレングス、これはね、この時期フルレングス、あれ大丈夫行ったの、行きました、あ、そっかそっか、これね、ダークオリーブにした、たくさんダークオリーブ、そう、これはね、最初ネイビーが良かったんだけどね、ちょっとね、なんだろうね、あれネイビーって言ったの、そう、ネイビー、キチ君にはさ、はい、ネイビーにして、一緒じゃない、一緒じゃ言っちゃった、うん、あ、はい、やめって言ってたんだけど、はい、なるほどね、あるじゃない、やっぱ心変わりがさ、まあ、ありますね、うん、いや、もうね、そうなんですよ、もう俺もネイビーが良かったの、うん、あ、もう色言っちゃいます、うん、はい、あ、で、言ってたんですか、草をオリーブ、うん、ネイビー、サンドカーキで、ネイビー、うん、でも最初ね、あの、スタッフ分をこう集めたら、うん、みんなネイビーだったの、うん、ちょっとね、これはちょっといつもはね、かぶせて楽しむんだけど、変えようかなっていうね、スイッチが入って、で、あ、そう、これだけはね、そう、何色にするかなと思ってたんだけど、サンドにしたらね、やっぱベージュ系好きなんで、まあ、ネイビーのね、あの感じもパリッとしてかっこいいんだけど、うん、そう、その感じ、パリッとした感じよかった、もうみんなネイビーなの、そう、2色いってる、これ値段がさ、1万2000円だからさ、安すぎですよ、はい、何これ2色いあーってなる値段じゃん、これ何この値段っていう、パンツでこの値段何なんだろうって、確かに、田中さん、これネイビー、あ、そっか、ネイビー、あの今サンプルがネイビーだったんで、なんかあの透ける感じね、あの光がこう、あれかっこよくて、あれたまんないっすね、あの間違いなくあれ裾の方とかちょっと平ってなった時に、あ、なんかそういう生地感なんすね、うん、みたいな、はいはい、あれ前になんかね、やっぱそういうズボンとか履いてて、うん、やっぱよく言われたんですよね、そういう、あ、そういう生地なんですねみたいな、うん、うん、なんか自分でもそれが好きで、あとあの形と、うんうんうん、和服和服じゃないけど、うんね、なんか寒い袴っぽいって言ってたもんね、そう、つなぎっぽいし、そう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 、なんかね、のばかまみたいで、つなぎのなぎ、そうそうそう、そこだね、まあ、つなぎか、そう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 か、なぎパンツってね、今までいっぱい出てるんだけど、つなぎのね、全部ね、つなぎのイメージ、あのあれ、ホール、あれじゃ、ここがほら、ね、ゴムになってるやつもあったし、それが素敵なやつか、はい、がなぎパンツ、パンツ、あとはここがなんかこう、こういうポケットだったり、なんか今まで結構ね、何回も同じ名前では出てたんですけど、その時によってね、なぎショーツもあったしね、なぎショーツあったね、でも全然形が今回違う、名前は同じ、そっか、剣っぽいやつは全部なぎパンツになって、うん、あ、なるほどね、俺はね、うん、サンドカーキのカーキは、うん、L お、L にした、 L にしました、お、結構でかくないですか、もともと太くないですか、丈は短いか、うん、まあ丈ジャストで、ね、うん、なんかあのサンプルの着が、うん、あ、はいはいはい、で撮ったんですけど、こう、ね、あの裾ね、ロールアップでやって、ちょっとこう、なんか八分丈ぐらいの感じにした時も、多分ね、L のここのブカブカ感があった方がかっこいいなって、うん、かっこよかったね、撮っててね、かっこいいじゃん、なんかね、なんかそういう
このさ、ここの重なり具合でもちょっとシルエットも変えられるし、なんかね、アレンジがしやすいなと思って、これ L にしましたね。サンドベージュは何だよ。だってみんなネイビーなんだよ。まあ、人と違うのがいいね。そうそうそう。あ、まあ、3色しかないからね、難しいね。で、まあさ、ほら、この間言った曲、帽子とかさ、結構ベージュ系だから、まあ、合わせやすいよなと思うんで。キーさんは？私はネイビーの M サイズですね。これはやっぱそうですね、着がサンプル着てやられましたね。やっぱもうこれだなと思って。かっこよかったな。そう、まあ、あと実用的なんで、こう私はね、あの冬とかタイツ履いたまんま、あのすごいウエスト太いじゃないこれ、ドカーンって履きやすく履けるし、冬寒いよと。いや、タイツ履いてるから大丈夫だよ。なんかそう、ウールレイヤー履いてるから、でウェア脱いでから履くっていうのもいけるから、1枚だと寒いと思うんだけど、本当に脱ぎ履きしやすいっていうのがやっぱりこれ使えるなと。タイパンツ結構好きだったんでよく履いてる、履いてましたね。はい、リラックスパンツ的なね。そうね、それはそういう面では良かったですね。またこれも2個いっちゃいそうな感じですね。なんかね、でもう1個よくてしたら何色？これね、やっぱりオリーブですかね。で、オリーブはいっぱい持ってるのよ、まあ、イメージあるよ、はい、オリーブパンツは。俺もちょっと物を見てみたい。やっぱね、そうね、そのキーサンプルだけだからあれだけど、オリーブ、ね、さっきも話したけど、ちょっとなんか軍物感が出るんじゃねえかと、ちょっとかっこいいんじゃないのって思ってて、軍パンって、そう、軍パンのあの感じが、もしかして出ますよ。楽しみ、楽しみ。思いのほかね、脱ぎ履きも楽だと思います。これいいですね。はい、次がコーデュラツイルショーツ。はい、行った人全員から。いいな、はい、やっぱツイルショーツないとね、夏は乗り切れないなっていう、出ましたね。で、色で着てちゃいましょうか、サンドの人。サンドいない、そうだよ、グレー、グレーネイビー。はい、これはね、いい色ネイビーです。もうネイビーはね、俺はなんだこれじゃないですけどね、もちろんイメージあるよね、持ってます、2、3個持ってますよ、あのいつものツイルショーツ。そうそう、ツイルショーツだったり、あとなぎパンツじゃん、なぎショーツだか、なんか1個そう、ネイビーあって、ちょっとネイビー以外にしようかなっていうところで、真逆です。私ネイビー持ってないからネイビーにしたっていう。俺もあネイビーないやと、最初ねサンドにしようと思ったんだけど、あれ機械に出たの何だったかな。ともえか、ともえショーツ3度だったのよ。で、うん、見たら結構色が近かったので、あのネイビーにしようと思って、持ってない色をね、あえて、今回は。なるほど、かっこいいよね、なんかネイビーは持ってない色だな、なんか3度、ベージュ系はね、まあ、何パンツもだし、ショーツもね、こんぐらいの膝丈のベージュのよく入ってて、ネイビーもね、ナイロンの持ってて、グレーってあんま持ってないな。ああ、じゃあみんな持ってないチョイスじゃん。カラーリングはね、ショートパンツすごいですね。ね、結構さ、グレーだけさ、ちょっと木っぽいでしょ。あ、なんかね、ちょっと色が、そこもなんか良くて、まあ、変わった感じだったな、あの生地は。あとこのあれよ、ポケット、バックポケットがさ、良かったね。良かったのよ。良かった。この後ろの邪魔にならないと。こうね、ケツに入れても、これね、俺すげえ好きだから。大きさが違うしね、左右非対称で。いやー、うまいことしますね、これは。やられたわ、ネオイスは。だって俺ショーツも今年も結構買ったよ。あ、そう、ゴーヘンプラとかさ、これも買ったな。いいかなと思ったんだけど、やっぱこれ欲しくなっちゃうよね。ポケットがやっぱ欲しいんですよ。いいんだもん、ポケットやっぱ大事だよ。後ろ、そうね、よくね、後ろのポケットの話するもんね、大体ね、これちょっと後ろのこの辺、なんか嫌なんですよねとか、スッて携帯入れたいんですよ、一時保管的な感じ。俺結構スッて入れて、で、移動した先で出しておいて、そこがね、スッてできる。だからレミラポケットがすごいいいとこあるよね。いいとこつうか、なんだろうな、絶妙なところ。鈴木さんポケット好きだ。ああ、そう、ポケット哲学結構すげえ。そう、お話聞きたいですね。話出すと止まんない。ポケットの話しかしちゃダメなんでね、縛ってね、ポケットトークお願いします。あ、それいいね、ちょっとお願いして、あと話したいですね。次、はい、55ハット、50-50ハット、はい、予約した人、はい、
来たみたいだったんですよね。これ最高なかったの、うん、あんなにお気に入りっぽかったのに、うん、ずっとかぶってたよ。あれずっとかぶってた、あんた。ほんとだ、もう返すの忘れちゃうんじゃねえかと思ってめっちゃ馴染んでるし言ってたぜ。そうっすね、いや、そこにびっくりした俺。そうなんですよ。あ、そう。じゃあなんで予約しなかったの、逆にね、うん、聞いてみる、うん、俺ですか。俺ね、やっぱこのちょっと下がってる感じのが、うんうん、まあ、ちょっとね、こう、暗い感じ、なんかちょっと、うん、は、うん、俺の中で、うんうん、なんかちょっと違ったんですよね。このかといってね、あんまり上げたくないんですよ。うん、なんかこのまま被りたかったんだけど、迷いましたね。うん、あんま理由だわ、俺。結局上げたいなと思ったのと、あと暗くいきたいとき、これなんかいいな、その暗さが、ダーンって。暗く行きたい時に何色？ほんとね、グリーン、グレー、グレーグリーンか、グレーグリーン、あの色よかったね。あの色ですね、行きました。ああそう、あ、グレーグリーンか、俺一緒だね、ケチコ。あ、一緒だ、まあ、この辺一緒だったんだな、多分。あ、そうか、まあいいやって。はいはいはい、それ結構これハット、かぶり心地もなかった。かぶり、なんか、ね、結構レミニラの帽子結構フィットするのが多いじゃない。これなんかパホって感じで、あ、そう、そう、うん、パホって感じのこの被り心地でやられた。うん、まあ、他のハットは持ってるんだけど、ちょっとやっぱりギュッていう感じがゴムが入ってるから、うん、フィットするんだけど、あんまフィットしなくていいんで。わかるよ、ね、うん、気持ちよかったね。気持ちよかった、うん、惜しくなっちゃうかな、乗ってる感じ。かぶせるフィットした感じじゃなかった。かぶせる感じ、ね、確かに確かに、うん、それはね、他の帽子にはないあれですよね、うん、予約しとこうかな。言ってるよ。俺はね、ドラゴンさんめっちゃ良くて、超良かったね。もうちょ欲しいと思ったんだけど、うん、ちょっともうね、身体的な理由ですね。うん？あのね、うんうん、ハット、うん、俺持ってんだけど、うん、ハットかぶってると、ここ多分耳が高いのかな、うん、なんかね、ずっとかぶってると頭痛くなってきちゃった。どうもね、身体的な理由でもう今後俺ハットかぶりません。宣言しちゃったね。しょうがない。やばいじゃない、これ。宣言、時計もね、あるけど。まあね、うん、耳が柔らかくなる可能性もあるからさ。耳当たるの？なんかそう、ここだからふっくら、あ、メガネしてるからかな。あ、メガネ。メガネもしてて、あ、だからかな。なんかね、こう、ハットかぶってると、半日ぐらいずっとかぶってると、音のこと？なんかもう、頭痛いし、耳も痛いし、みたいななってくるんで。これもなっちゃおうかなと思って、あ、そういうことね。一応ね、その理由でハットは避けたと。まあね、そう、うん、これ 50-50 キャップだったら絶対買ってるね。キャップだったらね。ああ、ドラゴンさん、ドラゴンさんモデルのキャップ見たら買ってる。すごい、もう魅力的な方なんでね、はい、もう本当すげえ。いや、いい、ね、めっちゃ帰って動画見たもん、うん、ぜひ見てください。ぜひ、あ、見たよって方、ドラゴンさんの動画見たよって方はグッドボタン、うん、で次行っちゃいます。はい、回転エプロン行った人、はい、あれあれ行ってない。あ、そう、これね、うん、サンドイエローと、うんうん、とダークネイビーエプロンを、そう、私はサンドイエローととカーキグレー、まあ2つ、なんか2個ね、エプロン2個やっぱ必要ですよね、いろんな場面が違うから、ね、ちょうど欲しかったのよ、これね、やれてきたんで、はい、まあ、使ってるもんね、いや、もう毎、ほぼ毎日来ますね、イメージ出社時は、はい、擦れるんでね、やっぱり、はい、汚れたりとか塗装もね、はい、ワックス塗ったり、ワックス塗ったりね、はい、しますんで、まあ確かに、実用的な、実用的なんで、これは、これはね、もう完全家の洗い、家用で、洗い物するとき用で、あ、ほいほいほい、で、あの、もう洗い替えですね。まあ、あ、そうか、うん、自分でも作っちゃったぐらいだもんね。そう、自分で作って使ってんだ、使ってんだなと思ったんだから、あのね、重い、デニムで作っちゃったから、うん、ああ、重いね、重くて、はい、でもこれ本当軽かったし、軽かったね。で、俺のこの好きな、この肩掛け仕様なの、うん、この首掛けじゃなくて、はい、うん、肩掛けきたと思った、うん、いったね。ガーデニングで使うのかと思った。ガーデニング用はね、あの、ま、違うんだ、クビキさんの、あ、クビキさんの方がね、はいはい、テント生地の方が、あ、強いやつか、そうだから、あれがさ、カーキ系の色なんです。あ、そうかそうか、なんで、ね、だから、はい、まあ、サンドイエローとダークネイビー、なるほど、ここ洗い替えでね、洗い替えで、
じゃあ値段がさ、またさ、これ2800円、うん、ちょっと安い。これ何だ、安いでしょ、びっくりした。そうからさ、最初一緒かなと思ったけど、びっくりしたよ。いや、2個いくっしょっつって、うん、買っちゃいましたね、うん、これ確かにね、うん、まあエプロンにこう反応しない人だから、うん、値段見てなかったけど、あ、そう、そうなんですよ、うん、これ安いね、安いと思う、うん、この作りで2個いっちゃってもいいと思います、うん、はい、ぜひです。これあれじゃないですか、少ないんじゃないですか、これね、これあのね、最初の予約が早めが、うん、着画がね、あんまりなかったんで、あ、うん、予約がね、あの締め切り前は入ってなくて、あ、うん、あ、そんなに入ってない、まさかの、だからオーダーね、すげえ減らしました。おっと、逆に買え、それで買えないでこれね、とだからね、あの、これはそしたら危険アイテム締め切ったじゃない、うん、で、あのサンプルの着画をさ、締め切った後に掲載しちゃったの、うん、そしたらそっから入っちゃった、うん、まあ、そうなりますか、うん、やっぱり、まあ、その締め切り前の数を超える数が今入って、うーん、今ね、なんか追加発注を悩んでると思う。いや、しましょうよ。ねえ、そこ、いや、これね、サイズないですしね、来、うん、ますよ。これ何年も出ないって言ってたもんね、うんうん、追加しようかな。いや、しようよ、うん、最初ね、できれば、うんうん、あ、まあ、できたらですね、うんうん、聞いてみますわ、そうですね。ですね、次、最後、靴下、はい、お出した人、はい、これ3人ですね。グレーピンクが誰だ、お、1人、これね、俺に2足、うん、グレーピンクは2足、うん、おお、なるほど。キーさんは、私は、シールグレー×イエロー、うんうん、ですね、1つ1足いただきました。はい、これチャコールのミントでしたっけ、うんうん、ちょうど分かりましたね、うん、3って書いてある、何足、うん、3って書いてある何足、すいません、ちょっとまあ内緒にしないんですけど、うん、一応3にしておきます、すいません。同じ色、10ぐらいね、ね、10足いこうかなと思ったんですけど、マジで3足でも、ね、3で抑えちゃった、抑えたね、ちょっとやっぱ ね、10足いっちゃうともう他の靴下買えなくなっちゃうなと思って、あ、3足でね、ちょっと我慢しました、ちょっと、まあ、これよっぽどしびれたんだね、うん、これね、うん、黒上さんは、うん、そうですね、うん、3だよだった、まあ多分もう10年ぐらいはもう出ないでしょ、うん、と思っててね、10年は出なくないでしょ、うん、どうだろうね、 B さんが大体5年ぐらい1回出る、1回出た、うん、そうですね、じゃあ靴下もまあそうですかね、まあ、3足あれば、なら3足あれば、まあ途中多分ね、穴開いちゃうと思うけど、うん、ミントか、これにしたんだ、うん、俺のなんかピンクとか好きだから、うん、グレーピンクに行くんかと思った、ピンクじゃないの、そう、あれ、チャコールと、それ意外、なんだろう、ミント、そこの色はね、あんまり何でもよかったんですよ、あ、うん、なるほどね、なんかあんまり、うん、なんだろうな、そう、うん、自分の中で見ないかなと思って、うん、そこの色はね、うん、なんか好きそうな色かなと思ったけどね、うん、どっちかって言ったらこのあの最初ネイビーっぽいなと思ったから、うん、それが、あ、チャコールかと、うん、あれ、うん、チャコールの靴下いいなと思って、うんうん、黒い靴下っていいじゃん、うん、ちょっと変えたんですよね、うんうん、そうそうそう、チャコールに弱いもんね、田中さんね、うん、チャコールっていうのを頼んでるイメージがある、うんうん、チャコールの田中、チャコールです、金しかブルーグレー、ブルーグレーって入ると田中頼んでるブルーグレー、そうですね、あと、 あとオリーブ、うん、オリーブ、うん、こっちですね、それあるね、好きな色、うん、ね、そうですね、なんかベージュとかサンドとか大輝、うん、頼んでるとかね、俺、そうだね、キャメルの大輝、あ、まあ、間違いない、キャメルの大輝、結構、ね、オリーブのキッチ、チャコールの田中人、きなりの雄一だね、きなりです、怖いとこだ、俺きなりだ、きなりってなってたら、うん、多分もうすぐつけちゃ う、ね、あの名前でやられちゃってるのよ、ね、名前変えないで、きなりはもうダメだ、福島さん